今回はチェンソーマン121話、幸福論で新たに分かったことを解説していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。朝とデンジのデートが、ナユタの能力によりなかったことになり、朝はデンジに振られた形になりました。また夜に関しては、ナユタの支配の能力に気がつくことすらできず、その弱さが際立っています。これまでコウモリの悪魔や、正義の悪魔の力を得た言うことの戦いでも、戦争の悪魔の弱体化は示唆されていましたが、かつては共に手を組んでチェンソーマンと戦った、支配の悪魔にすら完全敗北したことで、明確にその弱さが読者に提示されました。こうしてコウモンの前でうなだれている朝の元に吉田博文が現れ、二人の会話から今回のストーリーは展開します。二人が訪れたデビルハンター部の部室は、部長の伊勢海遥香が生徒会長であることから、生徒会室を兼ねており、コーヒーセットが設置されている点を見ると、作中ではネタキャラとしての位置づけが確立されつつある伊勢海も、校内ではしっかりと権限があることがわかります。朝は現役高校生で公安のデビルハンター吉田博文が、自らに声をかけてきたことで、もしかして自分に気があるのではないか、と妄想手法は絡めますが、かねてより吉田博文は、電磁の監視任務についており、そんな監視対象に近づく朝に、校門の前で何を言っていたのか、を問いかけます。その質問に対して朝は、前回のストーリーで長文語りしていた内容の肝となる、一人で生きる方が生きやすいという旨を伝えると、吉田博文は、大体俺と同じ考えだなと、朝の幸福論を肯定します。こうして自分の価値観に同意を得た朝は、吉田の自分への好意を確信した様子でしたが、吉田は朝が同じ思想だったことに対して、良かったと伝えた後に、ずっと言いたいことがあったと前置きした上で、もうデンジ君と関わるの早めてほしいんだ、と朝の予想とは反した言葉を発します。これまでのストーリーで吉田博文は、朝の戦争の悪魔としての武器化の能力と、その威力を目撃しており、平穏な生活を送らせたいと願う監視対象のデンジに、強力な悪魔の力を持つ朝が接触することを、危険視していることがわかります。またこの場面において、椅子に座った朝に対して、吉田は本棚に寄りかかるように立っており、腕組みをしています。行動心理学では、無意識に人間が取る仕草からどういう心理状態なのかを読み取る、といったことが可能ですが、この腕組みについては、相手に対して、警戒しているとき、隠し事があるとき、などの心理状態の際に無意識に取ってしまう仕草とされており、つまり吉田博文は、朝のことを潜在的に警戒していることがわかります。こうして一方的に要望を聞かされた朝は吉田にその理由を問いかけるも、好きに解釈してくれて構わないと一方的に話を切り上げられてしまいます。吉田について過去に電磁と会話をした際は、カフェで向かい合わせに座りケーキを奢っていましたが、今回は部室で備品のコーヒーを出したのみで、自らは座らずに立っていることから、吉田にとっての朝の立ち位置がよくわかります。ここで注目したいのが吉田の一人称で、今回のストーリーで朝と会話した際は俺でした。しかし水族館に閉じ込められた際は、一人称が僕となっており、この短期間で変化が見られました。朝と初めて会話した時のように、水族館では初対面のデビルハンター部のメンバーの前で猫をかぶっていたのか、それとも吉田博文も朝&夜のように、二つの人格を一つの体に宿していて、水族館の時は朝のように分離されていたなど、様々な仮説が考察できますが、いずれにせよ、作者の何らかの意図で一人称が使い分けされていることは明白であり、吉田は第一部とキャラクターの雰囲気も異なっていることから、その言動は今後の鍵となりそうです。続いて場面は移り、ナユタがヤバい匂いがする、と、持ち前の嗅覚で悪魔の存在を感知します。すると電磁の伝部に乗っかりながら、ナユタはそれゆけチェンソーマン、と焚きつけますが、朝との恋愛を邪魔された電磁は、やる気なくなっちゃったと出動要請を拒否しました。そもそも自分がチェンソーマンだとバレて、女性にモテることを期待して活動していた電磁ですが、仮に女性にモテたとしても、ナユタによる妨害で関係を深められないことに気がついて、活動意欲を失ってしまいました。この場面で分かったことは、公安を離職しデビルハンターとしての情報網のないデンジが、なぜ悪魔が暴れている場所を的確に把握し退治していたのか、という疑問に対する答えで、これはナユタの嗅覚で悪魔の出現を検知し、デンジを向かわせていたという背景があったようです。
このようにデンジが大好きなナユタですが、チェンソーマンとして戦うデンジを特に好んでいるのは、マキマの名残でしょう。またそもそも悪魔は人間より嗅覚が優れているという設定がありますが、支配の悪魔は匂いで人間を見るほどにその能力が卓越しています。第一部においてナユタの前身であるマキマが、特別に鼻が利くと語っていたように、マキマはデンジの人と悪魔の両方の匂いを瞬時に把握し、またナユタとして転生してからも朝の匂いに反応していました。しかしながら夜はデンジの匂いや、以前相対した飢餓の悪魔の匂いに全く気づく様子はなく、支配の悪魔と戦争の悪魔の間では、嗅覚にかなりの差があることがわかります。つまりマキマの特別に鼻がいいというセリフは、他の悪魔と比べても特別に鼻が良いという意味だったのでしょう。またナユタとデンジのおなら回数のカウント表では、デンジの回数が圧倒的に多く数えられていましたが、これはナユタの鼻の良さが影響していると考察できます。先ほど解説したように、デンジはチェンソーマンとして活躍し、自然な感じで正体がバレて結果として女性にモテることを目標にしていました。しかし、いざいい感じの女性に巡り合うと、同居人であるナユタが能力を使って邪魔してくるため、自分は一生彼女を作れないのではないかと、やる気を失ってしまいました。そんなデンジに対してナユタは、チェンソーマンになったらたくさんの人が好きになってくれる、彼女よりずっとたくさんの愛をもらえると諭したところ、口を開けっぱなしで3コマ分だけ頭を巡らせ、以前と変わらないキョロすぎる思考回路で、よい、というセリフを発して、チェンソーマンとして活動することを決意しました。過去の経験を経て自分で考えて生きていくと誓ったデンジですが、周囲の頭が切れるキャラクターたちに思うように動かされる姿は相変わらずと言えます。この場面において、ナユタが今まで嗅いだことないヤバい悪魔の匂いを、察知していましたが、そんな中で朝は背中を丸めて、惨めな気持ちで学校から家に帰宅中でした。これは吉田博文に好かれていると勘違いして、実際はデンジに近づかないでと言われたことに、深いショックを受けていることが理由ですが、同じ人間と長い関係を保てない自分に疲れたとつぶやくと、初めのうちは相槌を打っていた夜も、強く落ち込む朝の様子にかける言葉を失ってしまいます。これは朝と脳を共有する夜も、そんなネガティブな思考に影響されて、チェンソーマンに無視された過去を思い出したのかもしれません。こうしてネガティブな思考が極まった朝が、死んだ方がいいかもねと口にすると、その瞬間、朝の真横にアパートから飛び降りてきた男性が落下しました。この異常事態を受けて、即座に夜は男性が落ちてきた建物から放たれる、強い悪魔の気配に気がつき臨戦態勢に入ります。ここでデンジに振られ、吉田に対しても勘違いをして、精神にダメージを受けた朝ですが、今回はそんな三鷹朝というキャラクターが持つ、生きづらさにフォーカスを当ててみます。整った容姿を持つ朝と吉田博文の価値観は、一人が楽というもので広い意味では一致していました。しかし望んで他者との距離を取る吉田と違い、朝は他人と関係を持ちたいのに、コミュニケーションが苦手で関係を維持できないため、結果的に傷つかないことを目的として、一人でいることを選択しており、両者には非常に大きな違いがあります。特に朝に関しては、周囲の目や他者からの評価を強く気にしてしまう、他人軸で生きているため、生きづらさは非常に高いと言えます。そんな朝の内面描写はあまりにリアルで、SNS などでは過去の自分と朝を重ねる読者も多く見られますが、作者である藤本たつき先生は、ナユタやパワーのようなぶっ飛んだ言動のキャラクターと、朝のような現実と何ら変わらないキャラクターという、両極端な二者を素晴らしい解像度で表現しています。ちなみに水族館での朝の言動については、一部で自閉症のようだと話題になっていましたが、今回の勘違いをして強く落ち込むという言動も、特徴的な自閉症の症状の一つとされています。また今回のストーリーでは、ナユタが今までに嗅いだことないヤバい悪魔の匂い、と発言していましたが、ここでそんなヤバい悪魔の正体を考察していきます。まずナユタがヤバいと表現していることから、第2部の作中において、デンジがチェンソーマンとして倒した、ゴキブリの悪魔、コウモリの悪魔、などとは比較にならないほどに、多くの恐怖を集めることが可能な悪魔であると推測でき、実際に悪魔と接近した夜も、何かまずいぞ、と発するほど、強力な存在だとわかります。この場面において、朝はそもそもネガティブ寄りな思考の人間ですが、男性が落下してくる直前に、死んだ方がいいかもと口にしており、
これは明らかに通常の思考パターンとは異なっているため、このアパートの強力な悪魔の影響を受けていると考察できますが、そんな点も鑑みて、ここから順に候補を検討していきましょう。まず水族館で吉田博文が言及した死の悪魔ですが、仮に物語に登場した場合、闇の悪魔のような根源的恐怖の悪魔であってもおかしくないほど、強力な存在でしょう。第1部では第1の騎士支配と電磁が戦い、第2部では第2の騎士戦争が物語のメインとなっており、そして第3の騎士キガマデモが登場しているため、順番的にはいつ第4の騎士氏が現れても違和感はありません。ここで注目したいのは、朝にさようならと言った吉田のポーズと、落下した男性のポーズが非常に似ている点で、仮に吉田が悪魔と体を共有している人物で、その相手が死だった場合、ストーリー上は辻褄が合いそうです。アパートから落下してきた男性は、その生活感あふれる服装を見る限り、自らが住んでいるアパートの一室から飛び降りたと考察できます。また悪魔が住み着いているであろうアパートの近くを通った朝が、死んだ方がいいかもと自死について話していた点を鑑みると、自殺の悪魔という可能性も高いでしょう。しかし自殺という言葉が、ナユタがヤバいと表現するほどに強い恐怖を集めているとは考えにくく、この点には注意が必要です。これに付随して絶望の悪魔もその候補の一角となるでしょう。人は絶望を感じるとネガティブな思考にとらわれるのはもちろん、そもそもの生きる意味について、考え込んでしまうというケースも往々にして存在します。朝に関しても死んだ方がいいと思わせるほどの強い絶望を感じており、また絶望を死に至る病と表現した有名な小説があるように、絶望と死はとても関連性のある存在であるため、その点からも死に匹敵する強さを持つほどの存在として、絶望の悪魔が予想されます。夜の姉子と飢餓の悪魔は、これまでのストーリーにおいて、夜が強くなれるよう尽力している節があります。夜本人には好かれていないようですが、第一部において岸辺の特訓で電磁が強くなったように、飢餓の悪魔の差し金で、朝と夜を強くしようとしている可能性はありそうです。仮に飢餓の悪魔が落下した男性に関連していた場合ですが、水族館のケースと同様に、別の悪魔を使って騒動を起こしているパターンも考察できます。またヤバい匂いについても、死んだ人間を悪魔として蘇らせることができる、飢餓の能力であれば説明がつきます。ナユタに関しては転生した姿であるため、四騎士についても面識は一切なく、嗅いだことがないというセリフとも一致しています。朝の様子や男性の姿から、孤独の悪魔という存在も予想できますが、チェンソーマンバディストーリーズというノベライズ作品では、孤独の魔人を秋と姫の型をしており、その能力は、棒眼で射抜いた人間の一番大切な人の命を奪い孤独にさせる、というものでした。悪魔が持つ名前に関する能力は、転生した永遠の悪魔の能力を見る限りでは、そこまで大きく変わらないと考察できるため、この孤独の悪魔説に関しては可能性が低いでしょう。今回のストーリーは、自らの思い上がりやすい性格に絶望を感じ、死んだ方がいいかなとつぶやく朝の眼前に突然男性が落下し、大勢の不気味な人間が、ベランダから朝を見下ろすという構図で終了しました。ナユタはこの事象に関連しているであろうヤバい悪魔の匂いをキャッチしており、電磁を出動させていることから、次回以降のストーリー上では、夜とヤバい悪魔との戦闘に、チェンソーマンが参戦する展開が予想されます。ぜひ皆さんのヤバい悪魔についての考察などを、コメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。